山田斎吉は、美濃国出身の実業家。家営5年、美濃国厚見軍府、元村で、料理屋を営業していた、山田達次郎の長男として生まれる。板前などを経て、名古屋の厚田神戸町、大須門前町に店を構え、1881年には、末広町三丁目の若宮八幡社西隣に、漬物や、北福を開店。この頃に森口漬を考案したとされ、 これが評判を呼んだ。なお、西吉が創業した北福は、同店からのれん分けした松木やニア号など含めて、生前に売却され、北福総本家として、現在も森口付の製造販売を続けている。1884年3月、缶詰工場を新海地に置いて立ち上げて、愛知県下で初めて缶詰製造販売に参入した。はじめは、 中京地方で多く取れる松茸を貯蔵法を探っていたが、従来の塩漬けでは風味が壊されるため、塩漬けに代わる貯蔵法を考えていた。宮内省大前職に勤めていた弟から外国には缶詰というものがあることを聞き、缶詰事業に取り掛かった。当初松茸と竹の子の湖から手がけ、ハマグリのしぐれ煮など、すべて佐伯地自身の創意工夫で種目を次第に増やした。 1885年に東京支店、1890年に大阪支店を開いて販売網を広げるとともに海外への輸出にも備えた。缶詰事業の中で特筆すべきはわし油漬けである。1901年に愛知県水産試験場が第1回のわし油漬け缶詰の試験製造を始めた。佐伯地は農商務省水産局長の誘いで、 1902年に日本缶詰合資会社を設立。同社は愛知水産主権上の製品を大部分を買い取り、外国市場を綿密に調査し本格的な販売対策を始めた。翌年に日本缶詰合資会社を株式会社に改装。1906年には愛知県北郡とヨハマ、三重県島郡も戻りに工場を新設し、 愛知水産試験場のイワシ油漬け缶詰の製造事業を譲り受けた。日清戦争、日露戦争で牛肉、福神漬け、各種水産物の軍用缶詰の注文を受けて、さらなる財を成した。1887年中京新報を創刊した。佐井吉は政界へも関心を寄せた。1892年12月20日夜に末広座で開かれた、 政壇演説会で弁士に立つと、1893年、名古屋自由会発足にあたり、幹部に就任。1895年には、名古屋市議会議員に初当選した。1897年には、現在の中区に料理業館、東洋館を開業。東洋館は396畳の大広間を併設した公会堂のような性格を持っており、 伊藤博文や尾崎幸雄も東洋館を訪れている。1899年には愛知県議会議員となり長らく議席を保持し、市政、県政の運営に関与した。1901年には名古屋商業会議所議員に選出。1904年に愛知県52回の幹事長に就く。これら活動に並行してガス事業も手掛けた。 1896年当時の愛知県知事、時等ため元の熱心な誘いもあり愛知、ガス株式会社を創設。翌1897年には愛知県から許可が下り事業を開始しようとした。しかし時期が日清戦争時後の不況と重なり株式の募集が思うように運ばず計画は一時中断。 その約10年後、日露戦争の勝利に沸く国内で、企業熱の高まりや、会社の拡張が盛んになると、再地は再びガス会社の設立に着手した。ところが時を、同じくして、奥田まさか、服部ッ小十郎らが、東京の渋沢栄一、大阪の藤本清兵衛を誘いガス事業を計画すると、双方の陣営は衝突。当時の愛知県知事、 負荷の13の調停で協定となり、1906年に愛知ガス株式会社を名古屋ガス株式会社と解消してガス事業をスタートさせた。同社の生みの親である佐吉は創立から1915年まで重役を務め、特に1909年から1913年までは取締役として社業の発展に貢献した。 1910年現在の港区に南洋館と名古屋教育水族館を開き、白鳥橋と南洋館前をつなぐ熱田電気軌道を敷設同年には下電車軌道の発起人にも名を連ねるとともに、柳橋に中央市場株式会社を設立した。同年東洋館で当時名古屋市新歴町にあった大龍寺の500羅館で会長を行い、 翌年同時の名古屋市城山への移転計画を発表した。1911年には大曽根市場を開業。1916年現在の東海市に料理旅館、樹楽園を開園した。1918年大龍寺の移転事業が終わり、同時でいる、仏大供養が3日間にわたり、開かれた。1924年現在の蟹市に料理旅館、北洋館を開業。 日本ライン開発を進めた。1927年樹楽園の敷地内に樹楽園大仏を建立した。晩年は樹楽園で暮らし1937年1月31日没。去年85。葬儀は本願寺名古屋別院で営まれ墓所は畜作の大流寺にある。1895年3月1日、東洋町に料理旅館、東洋館を開業。 六千坪に及ぶ広い敷地を持ち、実業界での再基地の名を高めた。北寄りの東洋町沿いには、御天風日和田武器屋根の二階建ての本館が建てられた。会場386条の大広間を、持ち西側には間口30尺奥行き18尺の舞台が、三方には2軒の畳廊下とその外側に1軒の板張廊下が備えられていた。 開課は20室に区画され1室の広さは8畳、内市32畳で、計354畳あり、各部屋は式にちなんだ名前が付けられた。本館南側の庭園には、人工の月山や船遊びができる池を配置。庭園内には58の小座式の建物を点在させ、広さは計314畳。他には、小料理店、寿司店、売店、シルコ屋、 菓子店、雑品店、温泉所有儀場を設け、当時の市民にとって名古屋唯一の憩いの場所だった。明治30年代になり、国内では各地の名所を称えた流行歌が現れてくるが、その代表作、流行名所説の名古屋を歌った箇所にも、名古屋名所を知らないお方に名古屋名所を知らせたい。東洋館には、県中寺、東掛所に、農園、金のシャチホコ、 いつもピカピカと東洋館が登場する。1903年8月13日に客が投げ捨てたタバコの吸い殻が原因で本館南側から出火。火災で本館を消失した。120坪の平屋建ての本館が再建されて営業は継続されたが昭和時代初期に閉館した。かつての東洋町及び現在の東洋通りの名前は東洋館に由来する。 1910年、現在の港区に名古屋教育水族館を開館。また東築地五ぼ地に5階建ての料理旅館、南洋館建設を開始し、これらへのアクセスとして熱田電気軌道を開業。1912年9月の台風による高潮で完成間近の南洋館は、東海、水族館も大きな打撃を受けた。南洋館は3階建てで再建された。 後に、水族館は、南洋館の敷地に移転した。1935年に閉館。南洋館の跡地は、名古屋市立東、築地小学校となっている。現在も残る、南洋通りと、竜宮町の地名は、南洋館及び名古屋教育水族館があったことに、由来する。名古屋教育水族館について、名古屋港水族館初代館長、内大樽は、 その先進性を評価している。1916年、千田郡上野村綱崎に伊勢神宮下空前の旅館、ウに館を移築して、料理旅館、樹楽園を開業。敷地内には、佐井基地の自宅もあった。当時、名鉄とこな目線樹楽園駅は、海岸線沿いに位置しており、名古屋市近郊の観光地として、客を集めた。 西吉が没した翌年の1938年に売却された。東海市の樹楽園公園となっており、1927年に混流された樹楽園大仏も現存する。大仏及び、境内地は1983年に東海市指定名称に指定されたが、樹楽園旅館は市によって壊され、1996年に跡地に茶室、汚名庵が、 東海市によって建てられた。1926年、岐阜県カニ群、土田村大脇に料理旅館、北洋館を開業。終戦後頃までは営業していた。その後名古屋鉄道課に寮となり、1976年、解体。跡地に名鉄グループの高稜閣が1977年2月1日に開館したものの、後閉館し、跡地は温泉入浴施設。 ユノハアイランドとなっている。当時世間は山田斎吉のことを山斎と呼んだ。斎吉は他人が計画することを5年くらい前に計画した鉄道鉄備事業の人だった。従業員には右の手には望遠鏡を持って左の手には金眼鏡を持てお勝手の隅々まで知っておらない肝臓ということを絶えず教えていた。斎吉は朝五時に起きて 日に一回は四箇所の旅館を回り、着くと今着いた用事はないかと尋ねては巡回した。湖水は絶対にしなかった。使用人には行き戻り仕事をせよと言い、例えば家の裏に行くときは手ぶらで行くな、バケツでもうきでも持って行って、帰りには何か持って帰れと悟した。宮部鈴三郎は雑誌、官業で山田君は人を寄せることが上手で、 朝から晩まで人が入るくらい盛んでありましたと、10回している。1892年12月20日夜、末広座で開かれた、青団講演会は、警察の介入があり重苦しい雰囲気だったが、西吉は、弁士となり、演談に立ったため世間に有名を歌われた。かつては、奥田正香派の一人と世間で言われていたが、大須にあった遊郭の移転に絡む疑惑で、 奥田が、一切の職務から退くと孤立。しかし、孤立してもなおよく人形を整えたけ、歩み堂々として旗を蓄光の彼方に翻して、名古屋市を平弊している有様は実に、天下の大事業家と言わねばならぬと評された。世間のことに通じていたが義理人情に厚く、剣の行き、損ねた事業などを引き受けて、人肌脱いでしまうため、 損をすることもある義教的精神の持ち主だった。1912年に高蔵にある佐吉の別邸に担当を持った族が忍び込んだ際に、佐吉は木刀で族の全学部を出して応戦。腕を負傷するも、族を組み伏せてコンコンと訓戒した。その後の後半で、族は佐吉氏の義教なり仕事を感じてまで随分各所で格闘したが、 あんな旦那はなかったと述べた。毎日トントンという大工の土音を聞いていないと飯が、まずいとこぼすほどの建築好きだった。南洋館が高潮で倒壊した時に、当時の金額で10万円の借金ができたが、他人が10万円も貸してくれたということは、俺にそれだけ信用ができたことだと言って、タイで祝いの酒盛りをした大福者だった。 晩年は不遇と言われたこともあったが、債務などの迷惑を他人にかけるようなことはしなかった。南洋館も一時担保に入っていたが、他のものを処分して、綺麗に頬をつけた。最後は、樹楽園の金で綺麗に処分した。末広町の本宅に加えて、高造の別宅と北洋館の別宅があり、晩年は樹楽園内の邸宅に移った。ありがとうございます。